マのクイズ女王への道。皆様ごきげんよう、高松菜奈でございます。クイズのね、攻略法を教えていただきましたので、ここからはですね、実践編ということで、3問先に取った人が勝ちということで、ただし2回間違ったら即退場というルールで、実際に早押しをやってみたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。では読んでいきます。はい、問題。モデルの鈴木、声優の水木。のめみさん、7、正解です。お笑い芸人の高松といった共通項。あ、そう、全然わかんなかった。全然わかんなかった。私の問題だった。わかんなかった。これ取ったらかっこよかったですね。はい。7って自分です。全然わかんなかった。じゃあのめみさん1マズで。はい。1問。はい。問題。共に1685年に生まれた音楽家で、音楽の父と呼ばれているのはヨハン・セバスチャン・ヘンデル。正解です。そうか、今父が強く読まれたんですね。なるほど、そうです。ダメだ。音楽の母と呼ばれているのは誰でしょうか。さすが教養っぽいもんですね。問題。これ専用の保険も存在しているゴルフ競技において1打目でカップインすること。ナポさん、ホールインワン。正解です。保険あるの？そうです。なんかその入ったら結構みんなにパーティーとか開いてお金使わなきゃいけないみたいなので。そんな保険あるんですね。なんか上品な問題取っちゃった。なんで品をアピールしてるんですか。はい。問題。出版社が発行している週刊誌で、週刊新潮を発行しているのは新潮社ですが、週刊講談社。正解は週刊文春を発行しているのは文藝春秋でした。なるほど、あ、フライデーか。はい、結構週刊新潮となんか似てる、字面が似てるので。なるほど。はい、じゃあいきます。じゃあ次に応答すると大量。いきなり番組の主が大量。問題。教会や洋館の窓の装飾に多く用いられている。ナポさん、ステングラス。え、早い早い、すごい。しかもすごいなんかネイティブな発音で。いきます。問題。1972年に起こったアメリカ民主党本部のビデオに盗聴器が仕掛けられていた事件で、ニクソン大統領の辞任のきっかけになったのは何でしょう。パパさん、ウォーターゲート事件。正解です。よし。今何点ずつですか？私が1です。はい、1ポイント。3問です。はい、3問ですか。あ、じゃあ勝ち抜けです。いや、閉まらないな。優勝。はい、おめでとうございます。勝利です。ナポさんも勝利です。いや、難しいですね。いや、東大ちょっとどうしたんですか。ちょっと日和りましたね。いやー、どっかで看護師を仕掛けていかなければいけなかったんですね。結構誰かが2丸積んだ時点で仕掛けていかないと。そうか、ナナちゃんが多分もう1回間違えて、もうこれビビってるなと思って。ステンドグラスとか分かったんですけども、周りがひるんでる瞬間にグイグイって、周りもっとひるむなと思って、間違えてもよかいいやと思ってガンガンいきました。結構腹黒ですよね。先輩だよ。1回は間違えていいってことなので、その余裕も使っていくと。あ、そうか、1回間違えていいっていう考え方があるんですね。なるほどね。2回しかじゃないですよ。わかりました。ありがとうございます。というわけで、それではまたごきげんよう。高松菜奈チャンネルでは、フリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんは。